ダビーチ240。おはようございます。釣り子 TV です。本日の動画はこちら。ね。エレメンツのダビンチ240。24センチもある、ビッグベイトですけども、これでね、ナイスな魚が釣れましたよっていうことで、まずはこちらをご覧ください。持ってくんな。よし。よっしゃ。タモいっとこうかな。よいしょー、ゴンブとダビンチ頭から丸飲みですよ。いやー、ダビンチ240ねえ、ブラックカラー、やったー。ちょっとどうなってんのこれ。ほら、あ、出てきた出てきた。ねえ、いやー、最後出たねー。よーし、ダビーチ240で、危ない危ない、タックルなんですけど、こんな感じでゴライアスに P ラインの5号、ね、直結方式で天竜やったー。まもなくね、夜っていう時間帯ですけど、この黒カラーのシルエットはっきりくっきりが効いたかも。じゃあ逃がしてどんどん狙います。イエイ、ダビーチフィッシュ。はい、というわけで帰ってきましたけども、これね、初めて1匹釣れたんで動画にまとめてみたんですが、ちょっと改めてどんなルアーかね、見ていきたいと思います。まずね、こういう感じで結構大きめなサイズにね、パワーアップしたっていうことで、秋のね、あのこの城とかね、変色しているシーバスなんかにめっぽう効くんじゃないかなっていうことで、早速ね、どんな感じか投げてみたんですけども、体感としてはね、これの前のモデル190よりね、だいぶ、大きくなった印象でしたね。こっちが240で、今手元にちょうど190もあるので、これが190ね。こんな感じのサイズ感の違いがあって、でね、見た目よりやっぱ体高があるからか、ただね、長さが長くなったっていうわけではなくて、重さの方もね、やっぱりね、だいぶ重くなっているなっていうことで、この190は比較的強めのタックルであれば、何でもね、結構投げれるっていう印象があったんですけども、こっちの、290になってくるとちょっとね、まあ専用のタックルがいよいよ必要になってくるのかなっていうことで、今回はこの天竜のベイブレイズっていうね、5オンスまで背負える竿ね、こんな、大体パワーのある竿でやってみたんですけど、ここら辺だとね、キャストもしやすいし、あとね、魚もしっかりフッキングできたなっていう印象があって、ただこれよりもう少し強めでもいいかもしれないな。ここら辺はね、さらに使い込んでみてという感じなんですけども、実際に重さってじゃあどれぐらいなのかね、改めて測っておこうかなと思って、はい、ダビンチの240サイズですけども、およそ114g って出ましたね。で、こっちが、59.5g だから、本当ね、見た目以上に実際に投げてみるとですね、重いなっていう感じなので、まあ、この質量の大きさのものがグイッグイッとね、この広い横面で水を
押すわけなんで、さらにアピール力もね強くなって、この時期なんかにはねもってこいなんじゃないかなっていうことで、早速ね釣れた魚もね、まあ秋特有の餌をいっぱい取ってるお腹がパンパンの個体だったんですけども、そんなやつが果敢にね頭から丸飲みにしてくれたっていうことでね、なかなかっていう感じで、あとねポイントとしては夕方からちょっとね投げ始めてみたんですけども、もうだいぶ周りがね薄暗くなってきた、そんなタイミングでこのね黒色のカラーね、これが、食いが良くなってきたなっていう感じで、周りの仲間はですね、結構もうちょっとベイトフィッシュに寄せた色とか明るめの色で、釣っていたんですけども、その時間帯はねまだ夕方ぐらいの時間帯は追いには来るけど、ヒットまでは至らないという状況が続いたんですが、いよいよ周りが暗くなってきて、この黒色のねシルエットがはっきり出だしたんでしょうか、果敢にね、それまで追ってくるまでで、捕食までいかなかったターゲットがね一気にね、吸い込んでくれたっていうことで、結構ね、夜の川での釣りなんかを想定してこの黒色って実は選んで買ったので、今回川ではないんですけども、実際に薄暗くなってきた時間から、ゴンって食ってくれたんで、まあねちょっと、夜の時間帯まずは効くんじゃないかなということと、あとはねこっちの190のサイズでは黒色でも昼間とかにね、結構ここぞっていうタイミングで効く瞬間なんていうのをいくつかあったので、まあもちろん昼も投げてみてっていう感じ、まあたまたま今回はね、暗くなった瞬間でガンとね吸い込んでくれたっていうことですね。でタックルなんですけど、先ほどちらっと説明しましたが、まあ天竜の、ベイブレイズっていうですね 150g までしょえるよっていう海用のビッグベイトロッドで、それにリールはね、ジーニアスプロジェクトから新しく登場のねゴライアスってね海でも使えるよっていう感じのリールなので、今回もねこれに P ラインバリバスのナマズ P の5号を、いっぱい入れてですね、それで投げていたんですが、まあ、こんなタックルでね、まあ、ジャイアントに近づいてくるようなこういったサイズの、ルアーでもですねトラブルなく、スイーッと投げれて、それでもって魚かけてからね非常にパワフルな感じで寄せてくることができたので、まあこれね引き続き、どんどんいろんなルアーで使ってみようかなと思うんですけど、こんな感じの、タックルセットでね、やっております。まあ何にしても全体のバランスが軽いので、こういう重めのルアーをねこう1日ぶんぶん投げる時なんかもね、最後の最後になってもまだ手がなんていうか疲れ切らずに、持ってくれるっていうね、そんな感じで、ちょっとね、軽め自分で軽快に扱えて、そんでギュッとね握り込めて力が入れやすいっていう、こういう感じのセットで最近はビッグベイトゲームをやってみております。はい、というわけでね、いろいろ見てきたんですけども、ちょうどなんか海用カラーの240が店頭に今並び出しているらしいっていうのを SNS でね、見たりしたので、あとなんかどういう販売方法になるかわかんないんですけど、ワイズさんのところのね、オリジナルカラーみたいなのもなんかスタンバイしてるっていう、そういう、近況の情報なんか各種ねエレメンツの SNS 見ていくと、チラチラとね、カラーなんかが出てくるので、そういうところもね楽しみで見ております。コンスタントギーゴ系のカラーでね、ワイズさんのところはなかなかシビー仕上がりの、ダヴィンチが出てきそうだぜ、240出るのかなとかね非常に気になりますけど、そんな感じでね、引き続き、ダヴィンチ情報あったら追っかけていきたいと思います。というわけで、本日の釣りコー TV はこちら、ダヴィンチのですね新しく出たサイズ240、これがいよいよ秋のねビッグベイトシーバスゲームで効いてきたよって、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。また会おうぜ。